ヤッホーさーちゃん、アイリーン、グーグル、ヤッホー、人形が多くなそう、ニューフェイス、元気、エリちゃん、ヤッホー、元気だよ。エリリン・モンローも元気。今日は歌ったり話したりしちゃいたいと思います。それまで揺られてここで待てる。赤やげさん、ヤッホー、今日会えて嬉しかった、ありがとね。読み散らかし中、なんで？何読み？さかも、ちいさま、ヤッホー、今日はセレクト、チェキ取ってくれてありがとう。タコも今日もかわちいね。パーチューやっほー、やっほいやっほい。ぬりゆきさん、やっほー。おしまい関係で悩ん、病んでる。え？どの？どの推し？私？違うか。おしめん悩んだ時はおしめんで。やっほー、そういえばリアル光熱費を納めに行きました。そういえば、そういえばだと、そうリアルに坂本で病んだら坂本に言わないから、それはそうすぎ。なんで、誰、どうしたの。チャイナブルー、やっほー、お疲れ様です。おつもてや。31、私も大阪いるんだ。ノイミーちゃんでしょ。おいでよ、ツアー。時間かぶってる？ライブお疲れ様でした。ありがとう。CT さん、ヤッホー。肌の露出が普通のワンピースだけどね。公共の場では言えない。え？気になる。読むだけだけど、DM してみてよ。まあさ、そんな時はこんな可愛い坂本ちゃんを見て元気出しなよ。ニアジョイ、あ、ニアジョイちゃんか。かぶらなそうだった。終わりの時間どれぐらいなの。誰か有識者、大阪ツアー、大阪31日の時間を教えてください。お願いします。この可愛い女オタに教えてあげて、お願いします。赤柳さん、マイクいっぱいありがとう。うん、はい、可愛いよ。こうひどい、そんな病んでると棒になってしまうのね、あなた。ひどすぎる。わあ、イエローフィッシュさん、やっほー。病んでなくてもこんなだよね、死ぬ。そうでした。汗汗、
心斎橋バロン会場12時、開演12時半ってことは、うん、いつもツアーってどれぐらいやるっけ。1時間半ぐらい、そんなライブしない。1時間半ぐらい、12時半でしょ。1時半2時ぐらいからのチェキ。私も始まりの時間調べて、そこから逆算してるの。もう2時ぐらいじゃん。え、ツアーってどれぐらいだっけ。いつも今日はとても可愛いです。今日は限定 Today only。 エブリデイキュート、ありがとうございます。すみません。え、だいたい終わんのどれぐらい。いつも1時間半ぐらいだっけ。ちょっとみんな相談乗って。1時間半ぐらいだっけ。どう、いかが、何時がいいの。逆に何時までに出たいの。いけるよ多分。たかつやっほー。こうたさんこんにちは。2時半からライブなの。ねえ、みんなどうだと思う。2時半間に合うと思う。ちょっと遅れていけば。ゆうたさんこんばんは。死ぬ。ちょっと遅れていけなよ。かわいいエブリデイ、ありがとう。言わせてる。遅刻進めてくるのやばすぎ。ちょっと遅れなよ。微妙なラインかもね。微妙なラインだね正直。がーえー、エリちゃんに会いたいよ。でも行けんじゃん、遠い心斎橋バロンから。今日もかわいいっす、ありがとう。みんなに言わせてるかな。じゃあエリちゃん大阪と東京ってこと。大阪内で坂本と同じ空気吸えるだけで嬉しいね。ボコボコダメー、掘れるよ絶対。頑張ろ。坂本も巻くように頑張るから。わらわら。甘やかされたいんですか。甘やか、うーん、まあ、厳しいよりかは。ジャブリのオンパレード。私も巻くよう頑張るからさ。アンニョン、アンネイさん、アンニョン。電車で18分で、え、いけんじゃん。じゃあ行けるよ、行けるよね。みんな行けないだろ。行けるよ、おいでよ。目を覚めてしまう。ね、さすがに運命かなと思ったんだけどね。運命だよ。空気吸っとくねじゃない。ダメダメ、切ってお願い。すごいね。まあカラオケでもやろうかなと思ったんだけどさ、みんな何の曲がいいと思う？坂本が歌うのは。でも坂本ちゃん歌本当に得意じゃないから、ほんと企画だと思ってください。え、カラオケするの。カラオケする。
何がいいと思う？できればここのカラオケ機能に入ってる曲がいいんですけど。いいね。完成がもう可愛いよ。がもう。あ、歌声がだった。ね、歌声さ嫌なんだよね私。でもまあ仕方ない。前髪かねおさんやっほチャス。ミニポニーさんやっほミニポニーさんハートいっぱいありがとう。何がいいと思う？かわいい。皆さん透明版ツアーもうすぐ始まりますよ。どこ見てるん？テレビテレビ。のいみーちゃんに見とれちゃった。前髪が素敵ですね。ラージヘッドさんやっほー久々。前髪綺麗でしょ坂本の声ってユディントンでもよく聞こえる声だよね。なんかさ響くんだよね昔から。声高いし響くからなんかちょっと恥ずかしい。好きなテレビ番組ある？ない。テレビ見ない。ドラマとかしか見ない。前髪素敵で羨ましいですくねってるから。ラッチーやっほー。この間ありがとうね撮影会。テレビ見ないんですね。 OK です。自分頑張ります。何を頑張んの何を頑張んのよ。何を頑張ると言われても具体的なことは何もなく、ただただ頑張りますなんだそれこちらこそ撮影会ありがとう。たくさん話せて楽しかったね。嬉しかった。ありがとう。じゃあぼっちちゃんを主現場に昇格させてください。みんな全然カラオケ興味ゼロじゃん。コウスケさんこんにちは。坂本里奈です。撮影会って何分くらいなんですか？1時間だよ。好きな曲歌いなって思っちゃう。好きな曲ないもんとか言って感性終わってる人間みたいなこと言っちゃった。コウスケさんこんばんは。アルメリさんやっほーこんばんは。カラオケでリクエスト求めるアイドル見るといつもそう思う困るもんだって。私はリナと同じ人形を買いました。これベビー生ガキおそろー。イエーイ。9月以降は資源場寄りになると思うよ。え、嬉しい。
どっち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 。何が入ってるのか分かりませんので、充電がちょっとなくなっちゃった。神の手さんフォローありがとう。こんにちは、坂本里奈です。ぽっちってアイドルグループやってます。毎日配信してるのでぜひよろしくお願いします。お箱なんてないんだけど、僕も修験場にしようかな。修験場じゃん。じゃあ何、ちょっとカラオケで見てみる。カラオケの人気曲ランキング、スパークル、ラッドウィンプスさんのスパークル、モナ、あれかハニーワークスさんのファンサ、ハニーワークスさん可愛くてごめん、ハニーは多いな。ハムちゃんズのハム太郎とっとこう歌、ホワイトベリーさんの夏祭り、君がいた夏はかな。わ、フルーツジッパーさんも上にいる、そりゃそう。カレンナエボリーさん10位にいるんだけど、私があのオーディションで落ちたカレンナエボリー、14位にもいる、すごい。なんでなんでとか言ったら絶対にダメ、すごい。ハニーワークスさん強いな。31位にもカレンナエボリーさん、イコールラブちゃん44位が人気。高津赤だるまさんいっぱいありがとう。難易度高くても歌っちゃいそうなイメージ。歌えないよ、私下手だもん歌。うさぎ人形、うさぎ、あこいつ、ハムちゃんズが合ってるよ。ハムちゃんズでも全部歌えないよ、サビしか。A メロとか B メロとかあんのか知らないけど、そうそう、おそろーい、おパンチュウサギ、ポニーさんハートありがとう。決められないよ、ミニポニーさんハートありがとう。いっぱい
結局歌わずに終わるとかありそうね。今歌わずに終わろうかと思ってるわらわら。なんかさ、毎日こうやって話すだけの配信をしてるわけじゃん。で結構長く配信する時もあって、なんか話すだけだと飽きちゃうから、なんか企画的なのやった方がいいってなったんだけど、それでまあカラオケ配信が上がってカラオケをやろうとしてんだけど、カラオケ配信だったんですか。カラオケ配信だよ。カラオケ配信だではないけど、歌ったりみたいな。ヤンさんこんばんは。イッシーさんやっほー。今イッシーさんのコンサルのもとカラオケ配信をしようとしてんだけど、全然盛り上がんなくて悩んでるところ。まこたんやんほー、こんばんは。ね、てか全然関係ないんだけどさ、家の電気がさ、あの自分で取り付けた電気なんだけど、あの白色とか暖色とか暗い明るいとかできるリモコンで操作できるやつなんだけど、白色がつかなくなっちゃって、ずっと暖色なの、オレンジみたいな。これどうにかなんないかな。助けて。歌えますリストとかあったらいいけど。あー確かに、アイドルかな。歌えても、何歌ったの。歌ってない。歌いたいんだけど何がいいと思うで、みんなシーンみたいな感じシロが転倒しないなんてとんでもない、白組確かにね。そう、困ってんの私も、白組じゃないのに。初見です神の手さん、ありがとうね来てくれて。たかもちゃんです、毎日配信してます。家辺なら暖色のままで良いけどね。まあブルーベースなのでね、私は。切り替えないの。何の切り替え。ああ電気切り替えられないの。白ってやると電気消えちゃったり、あと色変わんなくかったりする。なんか変なんだよね、なんでだろう。でもさ、電池切れとかないじゃん、普通にくっついてる電気だからさ。だからおんってなってる。リモコンの切り替えをやってできないの。リモコンができない。今日は左手の日ですって。ネタを探してみるテスト左手と無縁の人。机の人星オイルさんやっほー。かもちゃんがカレーに合格した世界線見せてよないよ、そんなの、そんな世界線ない。ウォッチの歌歌ってみて。あ、カラオケ機能を使わずにってこと。アカペラでってこと。電気屋さんで働いてるおたくさんいないの。一般人には分からないねえ、やっぱ電気屋さんに問い合わせるしかないね、これ。涙。山田さんやっほーこんばんは。皆さん、今月から東名阪ツアーが開始されます。8月31日が大阪、9月7日が名古屋、そして9月9日が渋谷オーウェストです。皆さん本当に来てほしいです。チケット発売中です、お待ちしてます。来てくれるかな。特に渋谷オーウェスト9月9日来てほしい。みっこんさんやっほー。もしかおたくさんにリングライト買ってもらえない。でもリングライト、私なんかちょっとキラキラで可愛い電気を使ってんだけど、これ普通に可愛いから捨てたくないんだけど、これが壊れちゃったんかな。ミトちゃんに台無しって言わせたあの曲歌おう。なんだっけ台無しって。あ、オリオン。東京だけならなんとか。お、待ってるよカルさん。
カラオケ機能での選曲はじゃあ乃木坂か AKB で、ネバルさんやっほー。でなんかさ、あまりにもさ盛り上がってなさすぎて超歌いにくいアラジンやっほー。オリオン、オリオンは死んでも歌わん。ライブで歌わなきゃいけなくな、ならないと歌わん。だって世界線ぶち壊しなんだもん。ヒロニャンやっほー、はじめまして、やばい。今日は2公演ありがとう、楽しかった。え、待って、もしかして今日、今日かな。おやすみ、おやすみ、いい夢見てね。なんか歌うんですか。なんかなんかさ、企画でカラオケ配信をするっていう企画をやってるんだけど、企画なんか歌ったり話したりしようと思う企画をやってたんだけど、あまりにも私の歌へのなんかこうあれがなくて歌いにくくなってる、むしろなんかさ、なんていうの、わーい歌ってほしいみたいな感じじゃなくてさ、私がなんか歌おうかな、ほんみたいな、頑張れみたいなやっぱ需要と供給というものが。東京以外に行きますので、あ、待ってる、チャイナ、キチャイナというね。まあ私は結局喋ってるだけの方がいいのかもしれない。歌ってくれれば合いそうな曲もリクエストできます。あね、おやすみなさい、おやすみ、ぐんない。まずはやってみてよ。え、めっちゃ歌いにくめちゃめちゃ歌いにく。好きな曲今日です。あ、ありがとうね、今日ほんと来てくれて嬉しい。レミさんだっけ、もう一人チェキ行ったの。レミさんと私だけ。ちょっと待って歌いにくい、待って死ぬ。もうまあ一応ここもあのなんて言うんですか、あの私だけじゃないので住んでるのが、なんか近隣住民に迷惑のかからない程度の声量でどこまで歌えるのかっていう。ラストチャンス、ラストダンス、ちょっと待って困ってる。え、待って、これさ、カラオケ選んでる間今までは画面出てなかったんだけど下に出るようになったわ。いける、困っちゃった。履歴なんてなーい。え、まあマジに決めらんないな。じゃあ初恋サイダーで。え、ねえ、できないんだけど。マイク付きイヤホンを接続して再度お試しください。無理でした、すいません、私マイク付きイヤホン持ってないや、死ぬすいませんできませんでした。え、こんなのできたんだ。あれ、普通に歌ってたよね昔まで。あれ、それポコちゃん。マッシーさんこんにちは、坂本里奈です。ぼちっていうアイドルグループやってます。ふーさんやっほー、お箱でいいよ、それでも好きだよ、なんかで、なんかで歌いましたっけ。歌ってない。好きな、それでも好きだよ、知ってんだ。カルさん、ステージで歌ってる人とは思えない、奥ゆかしかった。確かにiPhone イヤホンならマイクついてるよ。 iPhone のイヤホン持ってないんだよね。
準備不足で、まあそんなこともある待って、そんなの必要なんだ。誰かプレゼントしてる。やばい、いけるおダメでした。私はカラオケ配信するなということだったっぽい。ノットイエット好きだったので4パラ、4パラ懐かしい。4パラいつも見てたな。4パラの DVD もあったの。家さん、ということで、確かのくせに好きで、その流れです。あ、そうなんだ、さしくせ。じゃあぼっちの音源で歌って。ぼっちの音源アカペラでってこと？カラオケ機能無視で、えぐ、余計やりにく地獄のよう。待って、何を歌ったらいい？みっこんさん、マイクありがとう。いっぱい充電切れそうだな。ほんで、自信のあるやつで。え、何もない。君は魔法、ムムム。あ、やばい、待って、全然歌詞わかんないかも全然歌詞わかんないかも。ぼっちアタック、あ、ぼっちアタックの方がまだわかるかな。歌詞、誰かの歌真似は、いや真似は無理できない。じゃあ好きな曲なので君は魔法を歌えますか。え、どうやって歌ったらいいの。いきます、せー、やばい、充電 10%。 いきます、せーの。え、最初なんだっけ。あー、ちょっとノイミーの曲で分かんなくなる頭混乱。もしも一つだけ願いが叶うとしたら僕は。待って、地獄なんだけどこれ、やっぱやだいいや、普通に私は喋るのでちなみに調べたけど白色だけつかなくなるって、ほぼ故障みたいです。そうなんだ、やばいね、故障しちゃったの、最悪BGM 消しなさい。やだよ、 BGM 消せないよ。大丈夫です、面白いです。面白くないでしょ。大輝さん、やっほー。結構罰ゲーム級変顔する方がまだマシ。大輝さん、ハートいっぱいありがとう。持ち歌、持ち歌いや持ち歌だけどね、自分で企画して恥ずかしがるのやめて。え、私企画してない、ファンの人が言ってたしかもカラオケ機能使えると思った。前私カラオケ機能歌ってたよね。あれ、あれってここじゃだったっけ。変顔って、それ本当に変顔ですか。え、これは変顔じゃないよ今日も可愛すぎる、ありがとう。音源に重ねて歌っていいよ。音源使えないんだもん。
ダメだ、しかも喋れってことっぽいみんながさ盛り上がってない上にさアカペラで歌ってんの地獄で死んだ。ここちは絆寿司しか覚えてない。ショールームでミラーとかあったっけ。ミラーボール、ミラーボールがある。あるか、うん、ミラーボールはある。ミラーボールだよね、ミラーボール。ガーン。じゃあ0時になったら配信終わるわじゃあショールームで歌ったことあるかもね。あるよね、あると思うんだよね。なんか仕様変わったっぽいね、知らん間に。大輝さんバラいっぱいありがとう。カラオケまた次の機会に。もうマイク付きイヤホン持ってないんだよね私。買わなきゃいけない。買えたらギター持ってないの？ギター持ってないよ弾けないし。マイク付きイヤホン買ってね、買わなきゃ。買えたら買う。カラオケじゃないとしたらなんか企画あるかな。100円ショップで売ってそう。売ってるかな。バブー。まあさ、歌をさこう歌ってさ、日常的にマイナスプロモーションにならないかどうかもちょっと気になるよねマジで下手だから歌。うまくなれよって感じだよね。この前料理見られなかったからまた見たいですね。なんか機会があれば、私が料理にもう一度目覚めたら。確かに死ぬこいつ歌下手やんけってなって終わるかもしれない。大丈夫アイドルに歌のうまさを求めてますおいおい、そんなことないよって言ってくれよ。あ、オムライスうまくいったんですか。うまくいったよ。ママ監修のもと。何見たいかツイッターで募ろう。確かにそうしよう。あ、じゃあ0時になったので終わります。みんなありがとう。そんなことないよ。今日楽しかったのでぐっすり寝られる。嬉しい。今日リップしてよ。お先におやちゅみなさい。おやちゅみめばるさん。ということで皆さん、透明版ツアーが8月から開催されますよ。8月31日大阪、9月7日名古屋、9月9日渋谷オーウェストです。なんやかんやもうすぐです。皆さんチケット発売中なのでゲットしてね。こんな最近は単独ライブがあんまりないので、生誕祭ぐらいしか単独のライブがないので、ワンマンライブはこれが超久々です。なので来てね、絶対来てほしい。お願いね。お疲れ様でした。おやすみなさい。おつでした。ありがとう。お疲れ。またね。楽しみはおやちみ。おやちみありがとう。チケットは
私のツイッターの固定ツイートの URL から買えます。バイバーイ。牧野みなたさんの生誕は、みなたさんの生誕祭は8月28です。バイバーイ。みんなありがとう。